ボグスワフ・フリーデリク・ラジビウ、または、ボグスラウ・フリードリヒ・ヒホン・ラジビウは、プロイセン王国のポーランド系貴族、軍人、政治家、公爵、公爵、オルイカの第11代オルディナと、プロイセン領ポーゼン大公国の総督を務めた、アントニヘンリク・ラジビウ公と、その妻で、プロイセン王子、フェルディナントの娘であるルイーゼの間の三男として、生まれた。 先例の大父はまたいとこである、プロイセン王、フリードリ・ヒビル・ヘルム三世が務め、両親や兄弟姉妹と共に、ベルリン宮廷の一員として育った。1832年10月17日に、クラリー・イコール・アルトリンゲン伯爵夫人、レオンティーネと結婚し、間に、長男のフェルディナントを、はじめ9人の子女を設けた。1833年に、父から、 ボルイーニ地方のオルイカの世襲領やアントニンの上官を相続した。1828年にプロイセン軍の将位に任官し、1836年に大尉に昇進、第一この F 評連隊に所属した。1840年に少佐に、1870年に名誉的な中将となった。軍隊を退いた後はもっぱら事前活動、政治活動に勢力を傾けた。 数十年にわたってベルリン市議会の議員を務めた。1847年にはプロイセン統一議会の貴族部会の議員となり、さらに1850年にはエアフルト連邦議会の議員となった。また、ベルリン市当局の給品部門の部局長だった。さらにカトリック系福祉団体、ヘイトビヒ協会の一員であり、1840年にベルリン市内に カトリック系の病院の建設するのに非常に重要な役割を果たした。1854年にはプロイセン貴族院の接州議員とされた。また、ポーゼン州の衆議会議員でもあった。中央党に所属した。帝国最小オット・フォン・ビス・マルクは、コロ録の中で絶大な影響力を持つラジビー受けの人々が、ドイツ皇帝ビルヘルム一世を動かして、 プロイセン文化省に新しくカトリック教会部局を設置させたことで、ポーゼン州と西プロイセンにおけるポーランド人の民族主義運動を活発化させる結果を招いたことを嘆いている。ビスマルクの見るところでは、ラジビウ家のプロイセン政府における政治的影響力は、ボグスワフ公が長年にわたり、ベルリン市議会の重鎮であることに起因していた。また、 その長男のフェルディナント公が、ポーランド系住民とローマカトリック信徒を連帯させる政治活動を推進したことも、ビスマルクにとっては不快であった。初代カトリック部局局長のアーダルベルト・クレーツィヒは、以前、ボグスワフに雇われたことのある人物で、ビスマルクは彼を、ラジビウ家の濃度呼ばわりしていた。こうしたポーランド民族主義とウルトラモンタニズムの対等に対する苛立ちが、 ビスマルクの文化闘争政策の素地を作ったと考えられている。シール掃除うんとジアコニエインベルリン、バイトリガツームファーヘルニス、フォンキルヘウンとグロススタットイム19、うんとベギンレンデン20、ヤーフンダート、ベルリン1990、S529F、ベルンハルトマイヤー、エアスターキャスリションスクロンケンハウスインベルリン、オットフォンビスマルク、 ゲダンケンウンとエディンネルンゲン、バンドー、コピーテル24、クルトゥアコンプフ、ビズマークスレデツアポレンフレッジフォアデムプラシスケン、アブジョードネットンハウス。ありがとうございます。